日南市天福球場は宮崎県日南市の天福運動公園内にある野球場同市が運営管理している。1962年に完成し翌1963年春から広島東洋カープが春季秋季キャンプを実施している。春季キャンプではこの天福球場と日南総合運動公園野球場の2カ所を 会場として使用しているが、転覆球場は2012年まで、キャンプ前半は主に2軍メンバーが、後半は沖縄市野球場での一時キャンプを終えて合流する1、軍メンバーが使用していた。2013年は沖縄市野球場が施設老朽化に伴う改修工事を行ったため使用できず、2月1日のキャンプ初日から転覆と登校時の領球場で春季キャンプを行った。 沖縄市野球場の改修工事が完了した2014年以降は、開催の順番を入れ替え、転覆球場で一軍一時キャンプを、沖縄市野球場で一軍二次キャンプを行っている。2005年、老朽化のため球場全体の改修工事を行った。メインスタンドは、全面改築されネット裏部分に屋根付きの2000人収容の、スタンドが完成した。また、 それまで広島のキャンプ時には、外野フェンス沿いに、かつての甲子園球場のラッキーゾーンを思わせるような、ネットが取り付けられていた。これは、フェンスに、ラバーが貼られておらず、コンクリート剥き出しで危険だったためである。改修工事により、ラバーが貼られたことから、フェンス沿いのネットは姿を消した。日南キャンプ期間中に練習試合が行われることは、あるが、オープン戦は、 開催基準を満たしていないため実施できない。2006年からは2軍の周期教育リーグ、フェニックスリーグの開催球場としても使用されている。余談だが、日南が広島のキャンプ地として定着し始めた1966年、暮れ、市議会で読売ジャイアンツのキャンプを誘致する構想が持ち上がったことがある。ある市議会議員が日南に巨人を呼んだらどうか、 人気球団だから、経済効果はカープよりも、はるかに大きいと発言したのが発端。事実、当時巨人側からもキャンプ地のオファーがあり、一時は、当時の市長も真剣に検討したものの、世話人役らが、この町を有名にしてくれたカープを裏切るわけには、いかないと嘆願構想は白紙に戻された。以後、道な氏は現在まで50年以上。 広島のキャンプ地として親しまれている。なお、2009年3月30日に、日南市は、南郷町及び北郷町と合併し、日南市となったため、南郷スタジアムでキャンプを春埼玉西ブライオンズと合わせて、2球団が、日南市でキャンプを開催することとなった。ありがとうございます。